ソジェイ共和国はフランス東部のドゥーケンに位置するミクロネーション。ソジェ共和国、あるいは英語読みでサージエース共和国とも呼ばれる。国際連合加盟国193カ国及びバチカン市国の中でソジェイ共和国を承認する国はない。ソジェイ共和国はスイスとの国境に近いフランス東部に位置する。フランスの行政区分ではドゥーケン。 ポンタルリエ軍のモンベノワオゴーリに属する以下11のコミューンがその領域に含まれると主張している。モンベノワオゴーリの中心地であったモンベノワを政治的な首都としている。ドゥー川の下半に位置するモンベノワは11世紀に創設された修道院を中心とする人口400人ほどの村である。町の規模としては事例の方が大きく、こちらを 経済的な首都と位置づけている。ドゥーカ藩のモンベノア1947年、ドゥーケンの知事が公式行事に出席するために、モンベノアを訪れ、ジョルジュ・プーシェが所有する、ホテル・ホテル・デール・ガバジェにおいて、昼食をとった。この際にプーシェは知事に、ジョークとして、あなたは、ソジェイ共和国への入国許可を、お持ちですかと尋ねた。興味を持った知事は、プーシェがこの時作り上げた。 ソジェイ共和国の詳細について尋ね、プーシェをソジェイ共和国の大統領に任命した。ジョルジュ・プーシェが1968年に死去すると、その妻であるガブリエルが大統領の名を継いだ。彼女は1970年に引退したが、モンベノワにおいて、教区主催に協力し修道院を維持する活動を続けた。この資金を調達するために、1972年に、 祭典が組織され、ガブリエルは、韓国をもって、終身大統領に選出された。ガブリエル・プーシェ、大統領は、首相、官房長、12人の大使と、300人以上の名誉市民を任命した。ジョセフ・ボティオンが1910年に、アルピタン語のソジェ尺方言で作曲した曲イムヌジュ、ソギーズが、共和国の国家として採用された。1987年に、 記念切手が発行されている。また1997年には共和国25周年を記念する紙幣が発行された。これらは土産物として観光事務所で購入できる。ガブリエル・プーシェは2005年8月31日に99歳で死去した。彼女の娘であるジョルジェット・ベルタン・プーシェが大統領を継承している。ありがとうございます。